サンタンヌ・ド・ボープレ大聖堂は、カナダのケベック州、サンタンヌ・ド・ボープレにあるカトリックの聖堂である。病人や、障害のある人々が、奇跡によって治癒された逸話があり、これによって、巡礼の聖地としての名を、凍らしめている。1658年3月8日に、エティエンヌ・ド・レサールと名乗る人物が、自分の土地の一部を寄進して、その地に礼拝堂が建築された。 建築の理由は、ボープレの開拓者たちのための礼拝の場が必要であったこと、そして、奇跡の聖アンナの像を収める場所が必要であったことである。この時に、木造の聖堂が建てられたが、その建築工事に関する逸話がある。1658年3月13日、カナダに派遣された電動車ビニャアルが、 聖安那に捧げる聖堂の寄候を祝福したところ、その当日に奇跡が起こった。オルレアン島のサントファミリーユ教会の司祭であった、トマモレルの記録によると、石中側腕症で松罰えなしでは歩けなかった、ルイ・ギモンという人物が、この聖堂建設に参加したところ、歩行できるようになった。他にも奇跡により回復した人々の証言がもとで、この聖堂は、 たちまち有名になり、多くの巡礼者が治癒を受けに、ここを訪れるようになった。また、ルイ13世紀のアンヌドートリッシュも、この聖堂への支援を行った。巡礼の間で聖地としての人気が高まり、訪れた人々をすべて収容するため、何度か聖堂が拡張された。初代の聖堂は、セントローレンス川岸にあったため浸水し、 1661年に二代目の聖堂が建てられた。この二代目聖堂も厳しいカナダの気候のため長くは持たなかった。三代目は石造りで二代目よりも規模が大きく気候の厳しさにも耐えたが老朽化により取り壊された。四代目の大聖堂、田代大主教1872年、三代目の 聖堂の南側で、四代目の聖堂の建築工事が、始まり、1876年に完成した。同じ年、聖アンナを、ケベックの守護聖人とする宣言がなされ、その2年後の1878年、四代目の聖堂が正式に建造された。四代目の聖堂の時代になると、元からいた主祭だけでは、手が回らなくなり、サンタンヌド・ボープレの教区と、 巡礼関連の業務に関しては、ケベック大司教エルゼアール・アレクサンドル・タシュローを、通して、1878年からは、アメリカ・ボルティモアの、ついでベルギーのレデンプトール会議に委任された。この直後に鉄道が開通したため、巡礼数はさらに増えた。加えて、カナダの聖職者たちの熱意、そして毎月の解放、アナルス・デ・ラ・ボンヌ、サンタンヌの発行もあって、 20世紀の初めには、巡礼の数は、飛躍的に増加した。1886年、教皇レオ13世により、1874年に、認可のケベック市教座制度に続く北、アメリカで2つ目の小バシリカに認可されたが、この大聖堂は1922年3月29日に、火災により消失した。この時難を逃れた聖アンナの木像は、 今の聖堂の西側正面入り口に据えられている。1923年6月6日、消失した4代目の聖堂と同じ場所に、ネオロマネスク様式の聖堂の建設が始まる。この5代目の聖堂が、現在のもので、花崗岩が使用されている。この花崗岩は、カナダ中のカトリック信者から寄進されたものである。また、細具や、装飾の費用は、 巡礼の記者によって賄われた。五代目の聖堂の大きさは以下の通りである。ボープレに派遣されたケベック司教、フランソワ・ド・ラバルの依頼により、非常に重要な聖遺物である聖アンナの指の骨が、1670年3月12日の聖人数警備に初めて公開された。その後、聖アンナの他の聖遺物が3つ追加され、1892年には、 タシュローにより、長さ4インチのセイアンナの手首の骨が奉納された。カナダの建築家である、ジョゼフ・エミール・ブリュネは、聖堂の24の中東を設計している。これは、イエス・キリストの生涯を表す52の主題を描いた、もので、ブリュネはまた、壁に掲げられた十字架の道行きの止めのうち14、場面の作成に携わっている。ブリュネは他にも、 聖堂の正面にある高さ約2メートル30センチの噴水と同じく2メートル30センチの高さの製造4体をも手掛けている。その4体の製造とは、マリード・ドリンカルナ・ナシオン、聖ヨセフ、聖母子、ラバルのフランシスコと、聖ヨアキムである。他に、先住民の聖女である、カテリ・テカクイサの銅像も制作している。ありがとうございます。